どうも、大ちゃんです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。実は、Twitter、Instagram、TikTok と活動の幅を広げております。概要欄にも URL が掲載してあるので、よかったらフォローの方よろしくお願いします。というわけで、今回なんですけれども、東宝が誇るゴジラシリーズ最新作のゴジラマイナスワンの予告編が公開されたので、ちょっと話をしていこうと思います。アルキメデスの対戦、永遠のゼロなどの山崎隆監督によって制作されているゴジラマイナスワンは、これまでのゴジラシリーズとは繋がらないスタンドアローン作品であり、1954年に公開された初代ゴジラよりもさらに以前の1945年頃から1947年頃が時代設定とされていて、ゴジラシリーズでは初の初代ゴジラより以前に起こった出来事を描く作品として大きな話題になっているんですよね。特報映像の中では、尻尾によって破壊される街の荒廃に巻き込まれる人々、廃墟と化した街、巨大なゴジラの足から逃げる群衆、ゴジラによって弾き飛ばされたと思われる電車の車両、屋上で写真を撮影する記者たちがビルの崩落に巻き込まれる、おそらく電車に噛みつこうとしているゴジラなど、多くの印象的な場面を映し出してくれていたんですが、まだ物語の全容はつかめていなかったんですよね。全く情報が公開されてきていなかったゴジラマイナスワンですが、先日大きな動きがあり、ゴジラマイナスワンの X の公式アカウントが9月4日の14時45分に YouTube にて最新予告編を公開すると発表したんですよね。その発表に合わせて添付されていた予告編のティーザーと思われる映像には、ゴジラと米海軍が戦闘していたことを匂わせる海図の情報や、日本の首相宛にアメリカの諜報機関が、我が国の諜報機関は現在同盟国の部隊と連携を強めている、日本列島の南方から高速で向かってくる巨大な水生生物の存在を確認したからだという文章を発信していることを示す情報が盛り込まれており、南方の海からゴジラは出現してやってくるということを示唆するがごとく、背びれを上下させながら海中を泳いでいるゴジラの姿を映すなど、とても印象的な場面が登場しており、かなり期待できる内容になっていました。そしてとうとう予告編が公開されまして、大きな話題を呼んでいますよね。逃げる人々を追いかけて踏みつぶす、街ごと人々を尻尾で根こそぎなぎ払う、東京の中心部で巨大な大爆発が巻き起こる、放射熱線だと思われるものが艦艇を破壊する、何かの攻撃によって全身が焼けただれて怒りに狂うゴジラの姿など、強烈な印象を残してきた予告編ですが、未だに今作の物語には多くの疑問が残される形になっております。それは日本国内に関わらず国外でも同様であり、世界中のゴジラファンたちが考察合戦を繰り広げており、とても興味深い状況ではあるんですよね。そしてその界隈をめっちゃくちゃ今盛り上げている噂が一つあります。それはゴジラマイナスワンにはゴジラが2体登場して戦いを繰り広げるというものなんですよね。以前にもこういう噂が海外だと広まっているよという風に少しだけ言及したんですが、海外インフルエンサーたちがこぞってこの件を動画にしているので、なぜそのようなことが起こっているのかを少し明確にしたいと思います。まずこの噂にはしっかりとしたソースは存在しておらず、現状存在しているのは 4chan とレディットに去年の11月頃にアップされていた日本の新作ゴジラ映画のプロットというもののみなんですよね。海外では多くの噂と考察を生み出しているそのプロットを分かりやすくまとめたものを、実は俺も昨年にも紹介しているんですが、改めて少しお話ししますね。そのプロットの内容は、科学者の家系である芹沢一家は第二次世界大戦時に戦争の脅威に巻き込まれる。そして徴兵された父は戦地で戦死し、今作の主人公の幼い芹沢少年とその妹は母の故郷である疎開先でその事実を知らされる。幼い子供たちを疎開させて軍需工場で働いていた母は原爆投下に巻き込まれてしまい亡くなってしまう。芹沢少年と妹は深い悲しみを抱きながら、それぞれ違った価値観と世界観を持ちながら成長していく。そして時は流れて1950年代まで時代は進み、日本は豊かな時代を迎えようとしていた。そんな矢先、東京を突如ゴジラが襲撃する。ゴジラは仲間と共に穏やかに海で暮らしていたのだが、水爆実験により大量の放射線を浴びて突然変異し、凶悪な怪獣へと進化していた。
人間たちへの抑えきれない怒りを抱えて傷ついた体に走る激痛にさらに怒りを増しながら、ゴジラは盲目の怒りを日本に向けて東京を火の海に変えていく。そこにゴジラの同種であるノーミーと呼ばれる別の怪獣がゴジラを故郷の海に連れ戻すために現れて、破壊の限りを尽くすゴジラと対決する。しかしノーミーは敗北して傷を負い海へと撤退する。その後もゴジラは東京を破壊し続けるが、やがて海へと泳ぎ去っていった。成長したスリザー少年は科学者になっており、アメリカと核兵器に対しての怒りを募らせつつ、核兵器以上の威力を持つ兵器の開発をアメリカからの依頼を受けて進めていた。しかしそれはアメリカのためではなく、彼の個人的な復讐のための手段であった。彼は開発した兵器オキシジェンデストロイヤーをアメリカに使用する機会を伺っていたのだ。そこにゴジラが東京を破壊し尽くすという大事件が起こり、ゴジラの破壊の現場を見た彼は、自分が行おうとしていたことはアメリカとゴジラが行ったことと同様であると気づき、復讐について自分のやり方の間違いを認めて、大量破壊兵器であるオキシジェンデストロイヤーの製造方法が記載されているノートを燃やして、その兵器を盗み持ち出した。そして日本の未来のためにそれを使用することにした。アメリカはオキシジェンデストロイヤーがなくなっているのを発見した後に彼を止めようとするが、彼は姿をくらました後だった。その頃芹沢は友人と妹と共にゴジラが潜伏していると思われる海域へと向かっていた。そこでは再び日本へと向かおうとしているゴジラと故郷に連れ戻そうとするノーミーが激しい戦いを繰り広げていた。戦いの最中、芹沢は海中へと潜り、オキシジェンデストロイヤーを作動させて自らもその兵器の攻撃の中に入り命を落とす。しかしその攻撃はゴジラではなくノーミーの命を奪うこととなった。攻撃によって一時的に意識を失っていたゴジラは目覚め、ノーミーの亡骸を目撃し、もう自分の仲間がいないことを悟り、悲しげに方向し泳ぎ去っていく。その後日本は再び再建を開始し、芹沢の妹はゴジラ自身が平和を見出すことを願いながら日常を過ごしているって感じなんですよね。予告編が公開されてある程度の情報が明らかにされた現在では、前述した内容は完全なるファンメイドであり荒唐無稽なものであるというのは皆さんお分かりだと思います。まず時代設定からしても、終戦直後を舞台にしたゴジラマイナスワンと大きな相違がありますからね。しかしながらこのプロットが根強く海外では広まっているために、ゴジラが2体登場するという噂として尾ひれがついて広まってしまっている感じなんだと個人的には思っています。日本よりも情報の質という面では諸外国の方が誤った情報が広まりやすいということが今回の件でかなり顕著に出てきたなという印象もあり、間違った方向にファンたちが期待しないかどうかというところが俺は不安に感じております。日本のファンからしたら、あの予告編を見たらゴジラ VS ゴジラという構図は思い浮かばないですもんね。むしろ一体の凶悪な怪獣と人間の死闘というイメージが湧きやすいですよね。ゴジラマイナスワンの情報の露出がとても少ないのも、前述したような妙な噂が広まってしまう要因かと思うので、早く次の情報公開が来てほしいですね。また前述したものとは別の要因として、フィギュアメーカーの商品展開の手法やコンセプトアートも噂の根源でもあるのかなと考えています。メーカーのバンダイとバンプレストではゴジラマイナスワンのゴジラの様々なバージョンを明確にゴジラという名称を使用せずに怪獣 A と表記してフィギュア発売を展開していたそうなんですよね。フィギュア関連は詳しくないので、どうしてそういった表記にしているのかわからないんですが、これによってゴジラマイナスワンにはゴジラと別の怪獣、もしくはゴジラには別のバージョンが存在する、あるいは突然変異のおかげで怪獣が時間とともに進化することを示唆しているという噂が出てきていると思われます。またこの説は7月から開催されている山崎隆監督の作品の展示会に展示されていた2つの異なるゴジラのデザインが描かれたコンセプトアートによっても裏付けられているとも言われており、そのゴジラのアートはそれぞれがゴミとゴズと呼ばれる2つのゴジラであるとまで海外では紹介されているんですよね。俺は展示会には行けていないので、ここは確認が取れていないんですが、少なくとも展示会にはゴジラの異なるコンセプトアートが存在していて、それがゴジラ VS ゴジラの噂が広まる要因にもなっているんではないでしょうか。俺としては今回のゴジラマイナスワンではゴジラ VS ゴジラという構図は登場しないと考えています。
ただゴジラと関連のある何かは登場するかもしれないなと思っていて、例えばゴジラザウルスとかですかね。初代ゴジラはティラノサウルスをモチーフにしたという逸話もあるので、初代リスペクトのありそうな今作には恐竜要素も登場するんではないかってただの俺の考えなんですけどね。皆さんはゴジラマイナスワンにはどういったことを期待していますか？よかったらコメント欄で教えてください。大ちゃんの映画部屋ではゴジラマイナスワンをこれからも全力で推していこうと思います。また面白い情報が入り次第動画にしますね。ここまで見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価よろしくね。